パーソナルトレーナーのゆうじです。40、50代になってきて体に不具合があるとか体の調子を整えるといった時に、まあ大体多くの人はストレッチをすると思います。まあもちろんストレッチはすごい大事だし絶対ね頻繁にやった方がいいんですけども、ただ40、50代の体において体の調子を整えるためにストレッチをやるだけでは足りないんですね。まあストレッチというのは筋肉を伸ばす方になってきますけれども、伸ばす方だけでなく縮める方もしっかりやっていかなければ実際には体のつり合いが取れてこない、それから体がいいポジションには入ってこないんですね。まあそれはストレッチする場所とは別の場所になってくるんですけれども、ただこの筋肉を収縮するということをストレッチと同じぐらい同等に考えてしっかりやってほしいということなんですね。だけれども多くの人はこの収縮するということをあまり重視してなくてストレッチばっかりやるんですね。だけども本当にストレッチと収縮というのは同じだけ重要なので、今回この収縮というところをしっかりねやっていきたいと思います。まあ、体の中で硬くなりやすいところ、まあ、一般的にはこの内ももとか太ももの裏とか、まあ、そういったところは硬くなるというか縮まった状態のままでいることが長いのでストレッチをしなければいけないところでしっかりこうストレッチをやったりしていくわけですけども、これとまあ真逆のことが起きている場所があるわけですね。まあ、その場所というのは普段は今言った場所とは全く逆で伸びてばっかりいるような時間が長いので収縮するということをしていかなければ体がおかしの方向に行っちゃうんですね。それで不具合が起きてくるということなので、まあそういった場所に関しては収縮をもっとできるように収縮するようにしていかなければいけない。だからその練習をしていくということなんですね。でだけどまあこの収縮ということはストレッチみたいに別な時間を使ってストレッチという時間を作るんではなくて普段の筋トレの中で収縮を意識していくだけでできることなので、まあ今日はねある程度知ってる種目ではあるものの、どうやったらもっとその場所を収縮できるか確実に収縮できるかというところをねやっていきたいと思います。まずは、僧帽筋ね、この僧帽筋です。ここの筋肉というのが、まあ、とにかく40、50代になってくるともう伸びてます。伸びきってなかなか縮まらないということが起きています。なので、まあ、このシュラッグをね僕がやってくださいというと、このシュラッグ、まあ、上に上げるだけでなく僕はねこの回転するようなタイプのシュラッグをやってくださいというと大体にさこう起きてクッとこう頭逃げちゃう。これで逃げてると収縮してないので、このね僧帽筋を収縮するシュラッグというのはちょっとダンベル置いてやりますけど、まあ、ダンベル持った方がいいですよ。ダンベル持ってですね、ある程度ダンベル持ってやった方がいいですけど、こうやっていった時に、ね、頭が前に出たりしない。ここに壁を作って頭が前に出ないように上、斜め後ろをやっていく。で、今度はここを押さえたら、これが、ここから後ろに締める時に、溝落ちの中がクッとこう出て逃げていってしまうんですよ。これって肩が後ろに行ってるようで、結局のところお腹が前に出てるので僧帽筋の下部を収縮してるわけではなく逃げてるだけなので、これも抑える。なので頭も出ない、顔も前に出ないし、お腹、溝落ちも前に一切出ないような肩を上、斜め後ろに回転していくという感じのシュラッグね、この回転型のシュラッグやっていく。でもちろんちょっと今足映ってないけど重心はかかとになります。つま先の方向に重心、そして膝が前に流れてしまわないように重心かかと、膝、太もも、お尻が前に流れない、お腹も前に流れない、頭も前に流れない、その中で自分の僧帽筋が締まるところまで、自分の僧帽筋が締まるところまでというところなので、このシュラッグにおいて上げることとか回すことではなくて収縮するためにはとにかくこのラインが全部前に出ないようにしながらその範囲で収縮できる感じでやっていくだけなんですね。だからあまり大きくね動こうとか思わないということです。そして今の僧帽筋に付随してこの三角筋ですね。三角筋も腕が折りっぱなしなので運動しない人ほど腕が折りっぱなしで、これは三角筋伸びたままの状態、とにかくこの伸びたままの時間が長いので収縮しないという感じなんですね。なのでこれはまあ普通にねこのショルダープレス、ダンベルのショルダープレスをやってほしいんですけども、まあ当然ダンベルショルダープレス知ってると思います。この収縮するポイント、どうやったらもっと収縮を正しくできるかというポイントだけ言いますね。ショルダープレスをやってるときに、これが収縮できないというのは、これが前に出てるというのが一番収縮してない状態なので、基本的にはここから真上に上げていく。このこめかみのラインで真上に上げていく方向に絶対行くということ。だけれども、これを真上に上げようと思ったら体が後ろに逃げてしまうので、後ろに逃げないためには、この上げていくときに息を吐いてお腹を締める。かなり強く締めてください。締めるっていうのはこういう感じじゃなくて、筒を小さくする感じで締めるという感じね。ふーっと締めていく。吸って、息吐きながら、ふーっと締める。かなり強く締める。頭の中では上げることと同じぐらい、半分ぐらいはお腹を締めるということを考えながら締める。締めればこれが後ろに行かないです。締まらない人は後ろに行きます。なので、結構硬く、ぎゅーっ
ッと締めてください。実際サイズがちっちゃくなるのにギューッと息吐いて締めてください。その中で上に押していく。で、これをどこまで押していくかというのはあまり上がらないところまでです。これを上まで行こうと思うと、これがまた後ろに行っちゃったりとか中に入ったりするんですね。前腕垂直のままで行っていって、僕だったらね、お腹固めて体垂直のままで、しかもこめかみのラインで上げようと思うとギューッとで、こうなんですよ。もうこれ以上いかないです。僕自身もこれ以上いかないです。しかもね、自分がやってる10回とかっていう重さであれば、もう本当にここまでしかいかないです。だから、これ以上いかなくていいんですよ。これ以上いこうと思うから、前腕が中に倒れて、腕が前に行ったり、体が逃げたりするわけで、ぎゅーっといって何を求めるかというと、三角筋のこの前部中部の間のこのあたりが、ぎゅっと収縮するところに行けばいいので、何を目標するかというと、上げることは回数、重さではない。収縮するところまで、一番収縮感を得られるところが正しいポジションなので、これもお腹を抑える、腕は前に出ない、中に倒れない。その辺をしっかりやっていけば OK ですね。それから伸びっぱなしの場所といえば、もう背中、腰、この脊柱起立筋です。腰からずーっと上に伸びてる脊柱起立筋ですね。もうとにかくこれが伸びっぱなしなので、背中が丸い人が多いわけなので、これはもうスーパーマンをやっていくということで、スーパーマンね、ここ伏せになって手を上に上げていくスーパーマンですけれども、これの、とにかくね、収縮してほしいので、頭を下に向けない、顔を前に向ける。それから、一回息を吐いてください。この上げる瞬間に、この収縮できない人ほど、息を最初から、うっと止めちゃうんですよ。絶対止めない。一回ここで息を、吐いて。吐いたところから、薄い呼吸をしていく。ということなんですよ。で、とにかく、一回息を吐かないと、空気が邪魔して、この状態なんですね。だから、息を一回、吐き切って絞る。で、その絞ったところを起点にして、基準にして、このままずっと浅い呼吸を続ける。というスーパーマンをやっていく。息を必ずスーパーマンはあそこで吐いてください。その脊柱起立筋は、このデッドリフトでも、まあ当然収縮を作れるわけですね。デッドリフトというのは、重さ、重りを上げるだけが目的ではなくて、脊柱起立筋をまあ鍛える、筋力を上げる。というのもありますけど、脊柱起立筋を収縮させる目的というのもあるので、とにかくこのデッドリフトをね、やっていくときに、40、50代の場合には、何をやらなきゃいけないかというと、まあ、当然重さを上げることではないです。重さを上げることではなくて、収縮をできるような腰を作るために、デッドリフトをやってほしいんですね。だから、このダンベルとかバー持ってありますね。そうしたときに、このね、ダンベルの位置というのが、膝の前までです。膝よりもね、下に落ちるようなデッドリフトは、まあ正直ね、一般の仕事ではもうやらなくていいです。で、ここまでを基準にして、これより上でも構わないですよ。これよりもう絶対下はないということ。これより上でも構わないです。で、あまり下ろさないで、で、これをバーを下ろそう。膝までと膝より下まで下ろそうと思うと、丸くなっちゃうんですよ。こういうふうに。丸くなりたくないです。だからこれが、膝の下まで行かなくていいから、膝の上でいいから、これを丸いのか、反ってるのか。丸いのか、反ってるのか。今、手の位置、変わらないですね。だから、この位置じゃなくて、これ以上下がらなくていいから、反るということができる。だから、ここから反って、目いっぱい反って、脊柱起立筋収縮したのが収縮だ。収縮したのがもし崩れそうだったら、下げない。これで崩れるんだったら、下げない。ってこと。このむしろこう、胸を上げた収縮のところまででいいんですよ。全然それが、ダンベルが膝より上のところでも構わないので、こうじゃなくて、こう。下がってまで丸いんじゃなくて、高くていいから、反った状態。のところをやれるように深くしすぎないで反りを作った状態、これをまず優先したデッドリフトにしてほしいということですね。そして少し番外編になりますけれども、収縮してほしいというところが、これ今みたいな後ろ側とはこの辺の伸びた状態のところだけではなくて、お腹もです。お腹もね、ちょっとね、こう緩みっぱなしな人もかなり多いです。緩みっぱなしの人も多いから、さっきのショルダープレスも後ろに行っちゃう、この固めじゃなくて後ろに行っちゃうことあるわけで、とにかくここをしっかり締める、収縮するということが必要なので、まあ本当にね、うざいようですけど、口うるさいようですけど、この肩幅に足を広げた、このプランクからの腕を上げる、このオルタネートプランクが20回ぐらいはできるように、骨盤がペコンペコンってならずに、お尻が上がるような、お尻が上がるようなではなくて、骨盤まっすぐで平らままで動かないでできる。そして吐く、吸う、吐く、吸う、吐く、吸うという感じで収縮して固める、そんな腹筋を作ってほしいです。とにかくやっぱり
この辺ね、本当に20代と違って、40、50代になってくると、伸びて緩んでるところも多いので、正直言うと、その伸びて緩んでる箇所の数で言うと、ストレッチしなきゃいけないところの数、こことかこことか、なんか肩周りとかっていうポイントよりも数が多いんですよ。収縮しなきゃいけない方の数がね。だから、ストレッチよりも、だから逆に、この収縮する方をより重視して、ね、同じって言ったけど最初に、より収縮の方を意識しなければいけない状態だと思うんですね。そもそもみんなおろそかになりがちなところなんでね。なので、いつもやってるような種目ではあるんですけれども、その収縮ポイントを必ず抑えてやってください。このマイレップマイレップね。一回一回必ずその収縮ポイントを確認する。逃げないようにやっていく。この辺をやっていけば、体の姿勢きちんとなって、その体に疲れが起きるとか、不具合が起きるとか、怪我をするとか、故障が出るとか、まあそういうことはなくなってきますので、まあこの収縮するポイントをしっかり押さえながらやってみてください。これがね、40代じゃ大事です。はい、頑張っていきましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグラムもやってます。フォローよろしくお願いします。パーソナルトレーナーリージでした。